先回りされたか。私の目的感づかれていたのだな。復讐の拳なんて物騒な名前つけといて気づかないわけないっす。旦那さんを殺した相手は法で裁かれず、しかし不公平なルールを社会は黙認する。だからあなたはルールを壊そうとしたんすよね。知ったような口を。人が誰しも君みたいな正義感を持ってると思ったら大間違いだ。だいたいそれに気づいたところでどうやって止める。君たちモディファイアは人間を傷つけることができない。そうだろう？はい、その通りっす。だからこそヒーマさんを裁くのは自分じゃダメなんすよ。これはこれは、弾丸の速度すら対応できるなんて驚きっすね。これはロバナが殺したとあるギャングのリーダーだ。だがこいつも元はただの人間。それを私が最強の体に変えてやったのさ。まあ実際に運用可能なのはこいつともう何人かだけだがな。ここに至るまでに一体どれだけの命を犠牲に。いや、ヒーマさんにとっては所詮モルモット扱いっすよね。数なんて気にしてない。そうっすね、人間を見る時のその目、悪魔みたいっすから。だからなんだ。何を言われようと君には私を裁く権利がない。警察を呼べば裁判にかけるくらいはできるだろうがな。つまりそういうことだ。諦めろ。そもそも貿易会社の警備員に何ができる。それとも人間である私にモディファイアの力を使ってみるか。まったく、人間であることを逆手に取るなんて、こんなバカに出くわしたのは初めてだ。君はコルグか。予定より10分も早いじゃないですか。これだけのバカ騒ぎだ。本官が場を収めないとマハメルの彼女に示しがつかないだろう。で、シューメイ殿は？まだっす。場所は突き止めたんすけど、何せ厄介事が次から次へと。厄介事？なるほど、目の前のこれか。なら話は早い。こちらはコルグの組織犯罪対策部だ。これより被疑者にかけられた罪状を読み上げる。被疑者ヒーマ、お前は自主的にビスベインの破壊活動を幇助し、コルグの定める基本安全条約に違反した。加えて傷害、殺人、略取、人体実験、違法薬物の製造販売。はあ、キリがないな。ここまでで申し開きはあるか。邪魔者を消せ。ここに来て罪を重ねるか、バカ者が。リクゴ、これは何の罪かわかるか。答えてみろ。そうっすね、公務執行妨害の現行犯ってとこっすか。そういうことだ。
遠慮はいらん。好きなように暴れるといい。ただし本官が秀明殿の件を確認して戻ってくるまでに片付けておくこと。いいな。抵抗しても無駄っすよ。ティーマさん、もう諦めてほしいっす。コルグが来た以上もう逃げ場はないっすから。そうだな、確かにもう逃げ場はないようだ。そうっすよね。なら今すぐあれを止めてほしいっす。どうして私が正義を信じないか、お前に分かるか。簡単なことさ。ここじゃ力こそが正義。正義の定義とはすなわち力だ。だから私は許せない。何もできず、ただ受け入れるしかなかった。弱い自分が。復讐の拳、この女を殺せ。届かないっすよ。それ海明の獣、ここにありっす。覚悟するっす。こっちっす。行くっすよ。それとしてみればなかなかのものだったっすね。でも自分を倒したいなら一体だけじゃ。ああ、やっぱりそうっすよね。確かに本気なんすね。怪しいやつはとりあえず刺します。混乱の門が今開くっす。届かないっすよ。はやっ、こっちっす。それ覚悟するっす。電撃っす。はやっ、自分の槍が火を吹くっすよ。区界の守り手として全力でいくっす。無駄な抵抗はやめるっす。完璧な警備だったっすね。慣れるまでは大変だったっすけど、行動パターンを覚えれば大したことなかったっすね。この役立たずが。だがこれで分かっただろう。お前の掲げる正義だって結局は力がなきゃ何もできない。つまり私たちは花から同類なんだよ。力という最も原始的なルールで奪い合う。立場の違いなんて微々たるものだ。
力力力ってほんとしつこいっすね。その理論だと世界を支配するのはモディファイアってことになるはずっすよ。それならそれで構わないさ。お前のような善人がルールになれば世界は善人にとって都合のいい正義を取り戻すだろう。そうっすね。そして最後には支配される恐怖と疑念だけが残るっす。そんなの自分には正義だとは思えないっすね。そもそも正義って押し付けられるものじゃないはずっす。それこそ人間には適応能力があるっすから。力を持つ者はそんな彼らの手助けをするだけでいいんすよ。だって自分たちは神様じゃないんすから。さてそろそろシュウメイさんを探しに行かないと。ヒーマさん、決着の時間っす。復讐の拳。言ったはずっす。これはもう自分の敵じゃない。無駄っす。おとなしく降りてくれっす。ワカメ、私が気づいてないとでも思ったか。玉切れだろ。ご明察っす。でも自分以前残弾の管理が悪いと怒られたことがあって、このお守りをもらった時の話なんすけど。一発だけっすけど、でもこの距離ならそれで十分事足りるっす。性根から腐ったクズどもが本気で反省して自分の罪を悔い改めるとでも思ってるのか。そうっすね。腐り落ちればそこに新しい正義が芽吹くと信じてるっす。そうか、ならその日を私の代わりに見届けてくれ。私はもう、クマルさん、本当感謝っす。別に感謝されることじゃない。兄貴が間違ってた。それは俺も分かってた。だから俺は自分が正しいと思ったことをしただけだ。この後どうなる。罪を重ねすぎたっすから、特にビスベインと手を組むのは絶対に許されない罪っす。逮捕されれば何十年、いやもしかするともう二度と外の空気を吸えないでしょうね。分かってはいたが、それほどに重いのか。それと悪いんすけど、実はカーリーさんがシュウメイさんを探してるんす。でもいつまで待っても見つけたっていう連絡が来なくて。どうしてっすかね。ただの地下室じゃないんすか。それはドアのロックを解除できるのは俺と姉貴、あとはロバナだけだからな。でも心配ない、遠隔操作でさっき解除しといた。ちなみに襲名が囚われてるのは最下層、
祭壇がある部屋だ。ただ下に降りれば降りるほど化け物がうじゃうじゃしてる。万が一あれが地上に出たりしたら。大丈夫っす、一匹たりとも逃がしたりしないっすから。ああ、そういえば先日お兄さんのような強い人に憧れたと聞いたっすけど、その夢叶ったっすね。自ら一歩踏み出したクマルさんは間違いなく強い人っす。ここからは自分らの仕事っすから、あとはこちらにお任せあれっす。